建築家。ピサシュザ大司教座建設組織の記録によれば、ピサ大聖堂の設計をブスケットが行ったとされている。彼が活躍した11世紀から12世紀の平均寿命を考慮すれば、彼がピサ大聖堂の設計に携わったのはかなり若い頃であったと推測される。ブスケット唯一の作品である、ピサ大聖堂の設計及び現場式に、 彼は1064年の着工から建設途中の1110年まで携わった。大聖堂自体は1118年に不完全ながら奉納された。ブスケットの作風の特徴としてロマネスク様式を色濃く反映させていることが大聖堂を通して伺える。彼が設計したピサ大聖堂には初期キリスト教美術やビザンティン建築、ロンバルディア帯、 イスラーム建築などの技法が取り込まれている。ブスケットという名前はギリシア語に由来するとされるが、東ローマ帝国のアルメニア語に起源を持つとも考えられている。セルジオ・コース・トンゾ、リシント・サクリ、2008, レミューズ、デアゴス・ティーニ、ノバーラ、1964、ボリューム2、P496、バザーリ・ロディーチェ、グレコ、エヌ・ペベナー、J ・フレミング、H ・オナー、 ツヨナーリオディアーキテトラトリノエイナウディ1981ボーチェバシエートありがとうございます